さあ親の田のダブトンポンして甘露草天杯です。ドラの白をスッと一枚つもぎってその後にね、はい、ポンして一気って進んでローピン出てきたんで、はい、これは天杯でもおかしくないなっていうふうに、考えられますね、はい、仕掛けをとにかくね天杯をスピードを見切るの難しいんですけど、はい、ドラを切ってるっていうのは一つ大事な要素でね、うん、リャンシャン天からドラ打つ手配ってなんだろうなとかを考えると、はい、まあイーシャン天で打ってることが多いなっていうふうに、そうなると天杯かなみたいな、はい、うん、じゃローピン切りリーチが来たよ、トンがメンツであってみたいな感じで考えると、はい、みんなの押し引きの基準は変わると思いますね。これもパーピンになるかな。さあ瀬戸がじわじわ手が伸び始めている。パーピンを切っていきます、うん、これは仕掛け、また赤さんですね。うわー、そう1000オール。さあここは太郎のツモ上がりダブトン1000オールですが、ここもまた瀬戸熊のチャンス手を潰す、いい上がり。さあ来てます、赤坂ドリブンズ首位に立って一気に引き離しにかかるか。この3局1本場、ドラは9ピン。こちら中田チュンが統一、ルニーはトンが統一で赤ウーマン1枚、メンツはありません。瀬戸熊もメンツはありません、白統一でドラ1枚。そうなるとやはり親の太郎の手が目を引くか。いいですね、一周見た限り太郎の手がいいですよね。そうですね、中田さんがこのチュンを仕掛けて先手を押しパッていくなら早そうなんですけど、はいはい、ちょっとねまだ形が苦しんで泣かなそうなんで、そのチュン瀬戸熊も白統一ですが形は相当厳しい、数万切りですか。これなんか国しかちゃんたか、まあでっかい手でも狙って守備力上げとこうみたいな感じでしょうか。そうですね、もうハイパイが悪い時は、高い手を目指してダメなら補充しないように、はい、を考えると、ああいうローピン数万っていうのはねいらなくなってくるんで、ターツになったけどキルもありますね、チャンタには必要ないんで。おお、いいマン、役配統一っていうのが大きかったと思いますね、うん、さあ太郎タンヤオに向けて順調にツモが伸びているか。まだチュンは泣きづらいですか。うん、泣きづらい、はい、ん、おーチートイツイーシャンテン赤ウーマン重なったのは嬉しいところですよ。ただここちょっとマンズの方が若干安いかなと思いましたが、パーピン残しましたね、ドラ表示牌。やはりまだメンツで見てるってことですかね。なるほど、普通に進めると、うん、半数マンが埋まった時にはまた自分で選択の余地が欲しいってことですね。カンチシーピンですか。カンチシーピンか、すいません。おわった、リーチだよ。これちょっとスケジュール的にチーピンが見えんぞよ。そうなんですよね、はい、まあ、ドラ表示牌は1枚使われね、もう出てる。危ない、うわ危ないよ、一発まであるね。いやいやいや、これは現物。チュンは、あー中田のチュンも危ないわ。なんかめちゃくちゃ危ない。なんだこれ、太郎だけ持ってないこのチュン。おやー、これはもうチュンか。3万切ろうと思ってたんですよ、3万現物で。はい、おー3万でも手配価値がねかなり低いんで、となると中田3万3万だからやっぱ瀬戸熊のちょっと危ないのか。いや危ない、これはドラドラですもんね。降りるなら先に吐く、降りるならこれでも危ないんで、まだ危ないですね、はい、奥歯ギリギリ噛んで我慢してるか。なかなかこうなったらチュンにはなかなか手がかからないように見えるが、そうですね、はい、3万の後、後ですね、もう一回3万打つかどうか。まだ1万取った、うん、あードラさんだ、誘ってきますね、誘ってる、これは誘ってきますね。もう一個ピースが欲しいね、太郎さんは。3万の4枚目が出ると4万数万が打ちやすくなるんで、はい、この3万が出た瞬間に生きやすさが変わる、みんな。うん、相当きつい。あー、チュンだな。いや、チュンでおかしくないですね、うん、これはチュンですね。ルミの上がり、リーチチートヤカ1万2000は裏裏の1万2000点、二階堂ルミ今シーズン初めて気持ちいい上がり出たんじゃないですか。そうですね、はい、いや、ここまで苦しさの真ん中にいた二階堂ルミ、個人6戦目、ここまで4着4回3着1回、一度も連帯に絡めていませんが、
この瞬間ちょっと気が早いですが首位に立ってるのは間違いないですね。そうですね、はい、さあこれはなんとかチームに貢献できるチャンスが来たかもしれません。今度4局親は中田に変わります。ドラー6番1メンツ、さあルミどうだ、1メンツ